はい、え東京都の小池都知事は、もう悪党の中でも最悪の悪党だと思いますね。というのがね、まあいろいろと東京都から国の政治批判をしてます。いろいろ叩いてると思いますけども、まあ小池都知事が最もね、悪党だと思えるのは、太陽光パネルの義務化なんですよ。太陽光パネルを義務化するって、太陽光パネルってはっきり言ってゴミですよ、こんなの。ね、こんなのからね、発電効率が賄えるわけないですし、まあそもそもね、 この太陽光パネル、小池都知事が使おうとしてる太陽光パネルって、中国のウイグルさんなんですよ。ウイグルで強制労働に作られた人件費なんてまともに払ってないようなね、そんな太陽光パネルを東京都に張り巡らして、中国共産党のお得意様になろうとしてるわけですよ。で、しかもこれがね、可決してるんですよね。で、可決を、まあ、引き受けたメンバーを見てみると、まあ、利権に溢れたね、本当にとんでもない奴らばっかりで、こういう人をね、 本当にこう、東京、何小池都知事って本当にね、人間の面を被った単なる悪党ですよ、これ。なんで東京都民こんな人を選ぶんですかまあ早く何とかしてほしいですよ、こういう人はね。まああまり言葉はね、あの、ここでは言えませんけども、腹の中で思っていることはもう皆さんもお察しだと思います。こういう風に、世界中で中国産の太陽光パネルを一切買わないような動きをしているところで、日本の東京都はどんどん買ってくれてるよ、みたいなことでね。もう完全に、 えー、まあ日米の同盟を危ういことまでしてるわけですよまあ小池都知事なんての嘘ばっかりで逃げためてここまでやってきましたからねこのまま嘘を突き続けてあのー、生きていくんだと思いますけどもそれに騙される都民も都民ですよね遠くから見ていてもこのぐらいの茶番は分かるわけなんですけどもなんともいえない、まあ、このね憤りがありますね、えー、東京都知事小池都知事悪党ですよこの人は悪党すぎるもう最悪の最低の人間です 詳しくはね、北村弁護士の YouTube チャンネルをご覧いただきたいので、動画概要欄に貼っておきます。